犬と私のオーガニックカフェの手作りアイスクリームを今日は、作っていきたいと思います。材料紹介でこちら当たり前だけど卵、平飼い卵を使ってます。うちでは、完全オーガニックで、アイスクリームからすべてドレッシングまで本当に手作りしてます。で、あとはね、生クリームは純正生クリームって47%と35%があるんだけど、できたら40%使った方がいい。今日はただごめんなさい、 35% しかないので、こちらの 35% の生クリーム使っていきたいと思います。ということで始めていきます。でね、私がやると面白くないんで、この人にいろいろやらせていきたいと思います。まずは、卵ね。今回はカフェの、アイスクリーム作りということなので、大容量で、なのでね、皆さんはね、ご自宅で作るときは半分の量でやってください。今回私たちは卵6個、そして生クリーム2パック、そして、砂糖 120g に、で、チョコレート味にしたいんで、これね、インスタントコーヒーの、オーガニックの、あるので、フリーズドライのね、この、インスタントコーヒーご用意ください。ね、インスタントコーヒーと、それから、アルチェネロから出てるやつのかな、アルチェネロかなの、有機ダークチョコレート、シーソルトだって、をちょっと砕いて使っていきたいと思うので、お砂糖は、普通はグラニュー糖とか使われると思うんだけど、私たちは、ちょっと粗製糖とかね、ちょっと茶色いお砂糖を作るので、真っ白なバニラアイスではなくて、少しね、ちょっと色味がかかったバニラアイスクリームになるんですけど、そっちの方が安全なのでね、きび砂糖とかそういうのを使ってるんで、そうすると香りがね、バニラエッセンス使わなくても、砂糖きび の独特の香りがするから、だからバニラエッセンスを使わずに作っています。ということで、始めていきましょう。じゃあ、もう一回。よし。こちらで、ここなんでね。卵はね、卵を割るんだけど、黄身と白身と分けてみてください。どこに白身を分けるの？こっち、身どっち？黄身、白身。黄身をこちらにだけ入れてください。お願いします。黄身がこっち。そう。白身と黄身を分けてるので、早速一個黄身を割れています。割れちゃった。どうしよう。いいの？黄身が欲しいんだよ。黄身がちょっとなくなっちゃったじゃないか。これ白身に入っちゃっても問題はない？白身は使わないんですよね。そうなの？じゃあ大丈夫。大丈夫っていうか、黄身が足りないでしょ。だからスプーンでちょっとすくったらどうですか？おお、そういうことですよね。しょうがないよね。大丈夫っていうか、なんていうか、慌ててやる必要があるの。ゆっくりやらないよ。また割れちゃいそうだったから。で、あとは全卵です。2つは。あ、全部卵？全部卵？もうやだ、日本語が面白すぎる。入れていいってこと？どうぞ。あ、殻入っちゃった。あ、全部入れていいの、これ。あ、殻？殻は入れたらダメだろう。ちょっと大丈夫。怖いわ、マジで。なりました。そしたら、こっちはもう使わないので避けておきます。白身は避けておきたいと思います。で、黄身が、だからちょっとこれ多めに作ってるんで、6個中の4つが卵黄だけで、あと2つ、6個のうちの2つは全卵、全部使ってくださいということで、これを混ぜていってもらいたいんですが、お砂糖とまず混ぜていきます。今回私たちは粗製糖、きび砂糖の香りがするね、粗製糖を作っていくんですが、120g ということで、120g ね、あらかじめ測ってあります、ね、あ、そうなの？じゃあこれ全部入れるの？は
はい、これを入れるんだけど、一気に入れちゃうと混ざりが悪くなるんで、あの、あなたみたいな人はわーってブワーってやろうとするんだけど、ちょっとずつ入れて、あの、混ぜていくとおすすめしています。ということで、私はだったらそうしますということですね。私が横からね、お餅つき大会みたいな感じでね、横から砂糖を入れていくので、こういうふうにかつら混ぜるということをやっていただきたいと思います。どうぞ。大丈夫、見せなくてただ混ぜてるだけだからひょっとしたらね、この人全部入れてから混ぜようとするっていうね、そういう面白い映像が撮れるところだったけど、失敗したら大変だよ。もうね、そうだよね、材料引っかかってるのにね、大損だぜってなっちゃうよね。それで、こう、私がじゃあ責任持って全部食べますって感じで、これ見えるから、うん、ちょっと甘いと思うからね、ダメにしたいと思います。しっかり混ざった？あの、ダマがないようにちょっと混ぜてください。こちら借りない、この、こっち、このパワーを借りないと多分もーちゃんの手がもう死んだとか言いそうなんだ。生クリーム作っていきまーす。機械で混ぜていくから、しっかり混ざると思うんで大丈夫です。どこ押すか分かってますか？それちょっとエプロンとかしなくて大丈夫なのかな。これ長押しってずっと押してたら流れる。これ飛ばない？飛ぶよ。だからよく考えてねって言って、よく考えてやってくださいって。なんでつけないの？立てて。本気でやってんのそれ。やってる。手がいいんじゃない？そろそろどう？もうちょっとやったら遅くない？もうちょっとやるね。ホイップが立つっていう言ってたよ。はい。まあ、立つしたけど。OK。ね。で、じゃあ私上から入れてってあげるから、なんか混ぜながら。混ぜながらこれを一緒にさっくり混ぜていきたいと思います。でさ、しっかりさ余すことなく入れます。意外と溶いてね、ちょっとあんまり時間経つといけないんで、後でもう一回なるので、これチョコレート、刻んでいきたいと思います。ちょっとね、面白そうだからまさちゃんに刻ませると。
アイスクリーム作りから1日経ちましたので、ぜひぜひ実食したいということでね、食べるの専門家がそうおっしゃっておりますので、早速、食べていきたいと思います。ということでね、これはね、すごくなったかな、うん、二層です。取れるかな、まあ、やってみてください。ね、濡らさないと無理ですよということでね、どうしてもこういうなんかちょっとガミガミしたシーンが入ります。びっくり、そう、そしてね、ちょっと貸してごらんって言いたくなる心境をぐっとこらえております大丈夫だよ昨日も大丈夫だよって言ってたような気がするんだけどね、大丈夫、いただきます。いただきます、うん、美味しい、コーヒーフレーバーが効いてて、ちょっとねソルトの味も効いてる、あのチョコレートソルトのね、あのアルチェネロのカカオ 70% シーソルトチョコレートみたいなのね入れたから、ちょっと塩味も効いてて美味しい。本当にもう食べちゃった、私まだ一口しか食べてないのに、なんでやだ、怖い、うん、美味しいということで今日は美味しかったです、大成功でした。もとちゃんが作ったらどうなることかと思いましたけど、美味しく出来上がりました。まあ、アイスクリーム失敗する人はそうそういないと思うので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。それではまたねー。